国風遍歴その第136回15-2続きから、昼夜は急ぎ足になり橋を渡ったところから道を左へ降りた。それまで右側にあった川はそこから左側になり、今城の町の西を回るように流れるのだ。河原はかなり広いが耕作には適さないのか、荒れた草原の間にわずかな田畑があり、水量の少ない流れが川中の岩や棚瀬のところで白くしぶきを上げているのが遮るものもなくよく眺められた。川に沿って2丁ほど行くと一塊灌木の茂っているところがあった。昼夜は傘を脱いで草の上へ置き、両掛けも下ろした。ここだ、これだよ、と言って彼は日野川の上下を眺めやった。あの時はもっと水が多かったな。雪解け後でしたからね。そうか、今は水の枯れる時だからな。そしてふと思い出したように、灌木の茂みを手で分けてみ、川柳の細い枝の先の折れているのを見つけ出した。見てごらん、オケー、これだ。彼はその枝を示しながら言った。この前に折ったのはこの枝だよ。何をそう感じていらっしゃるの？折った枝がどうかしたんですか？昼夜は口をへのじなりにし、女とはしようのないものだ、とでも言うように首を振り、草の上へ腰を下ろした。俺はこの川が好きだ。この前もそうおっしゃってましたわ。この、と彼は手を挙げて盆地全体を指し示した。向こうの山も、今城の町も、この川をひっくるめて、俺には自分の故郷のように感じられるよ。そうして彼は両手で膝を抱え、黙ってそれらの景色に目を奪われていた。流れの高い水音を縫うように、草むらのどこかでコオロギの声が聞こえた。真昼のコオロギはそれだけでも悲しいのに、もう季節が終わるのだろう。その声は途切れ途切れで、聞く者を地の下へいざないでもするような暗く哀れな響きを持っていた。15-3。その時それが起こった。何を見るともなく全体の景色を眺めていた昼夜の視野の中で、何か動くような気配を感じ、無意識にそこへ視線を向けると、川柳の細い枝から黄色くなった葉が一枚ほろっと枝から離れ、ゆっくりと下へ舞い落ちた。それは昼夜の目が向くのを待ってでもいたように、彼がそっちを見るのと同時に音もなく枝から離れ、ひらひらと散り落ちたのであった。昼夜は息を止めた。顔がこわばり、何かこの世ならぬものでも見たように、その目が異様に光った。どうなさいました？おけいが聞いた。昼夜は片手を上げ、黙って、というふうな動作を示して、なおじっと今葉の散った川柳の枝を見つめていた。ここにしばらく滞在しよう。やがて昼夜がぼんやりと言った。今珍しいものを見た。と言っても木の葉が散っただけのことだが、木の葉が枝からほろっと離れる瞬間を見たんだ。俺が見るのを待っていたように、その時俺の中で何かが起こった。何が起こったか口では言えない。強いて言えば、今まで塞がれていた壁に穴が開いて、全く知らない世界が現れた。少し大げさだが、そんな感じがしたんだ。お仕事をなさりたくなったのね。今すぐからな、と昼夜は言った。この今城という土地には何かある。初めて来た時から何か俺との間に説明することのできないつながりがあるように思った。オケー。ここにしばらくいよう。私はようございますけれど。
けれどとは。一つだけ聞いていただきたいことがあるんです。聞きましょう。なんだ。おけいは口を開いたが、昼夜の目を見ると思い直したものか、べそをかくような微笑を浮かべてかぶりを振った。いいえ、やめます、とおけいは言った。私の取り越し苦労でしょう。笑われるといけないからよしておきます。おかしなやつだ、と昼夜は言った。二人は今ジョボの宿へ入り、大黒屋でわらじを脱いだ。主の彦兵衛、主婦のおかじ、二人の女中も元のままで、昼夜とおけいを見るなり、それぞれが待ちかねていたように声を上げて迎え入れた。やはり裏の離れがいいかと問い、昼夜はうなついて、しばらく世話になるだろうからそうしてくれと言った。急いで風呂がたかれ、離れが掃除された。暮れ方、離れに落ち着いて夕食が運ばれてきてから、昼夜は思い出したように酒を命じた。今飲むんじゃない。後の用心だよ。と彼はおけいに言った。今夜は節付けにかかるから、ことによると夜明かしになるかもしれないんでね。うまくいけばさ。なぜそんな言い訳をなさるの？言い訳のように聞こえたか？うまくいけばだなんて、とおけいはたしなめるように言った。そんな弱気なことをおっしゃるのは初めてよ。昼夜は疑わしげな目でおけいの顔を見た。そこにいるのがおけいではなく、見知らぬ人間だと気づいたかのように。バカに神経を尖らせているようだな。と彼は言った。どうかしたのか？私がどうしてそんなことをおっしゃるんです。この今城に滞在するのが嫌なのか？そんなこと言いまして？言った言わないじゃない。ここに滞在するのが嫌なわけでもあるのか？おけいは胸で湧き返っている何かを押さえつけるようにうつむいてじっと沈黙した。それからようやくそれを押し沈めたというふうに唇をなめながら顔を上げた。ごめんなさい、おけいは言った。私、体の触りなんです。だからつまらないことが気になってつい口に出てしまうんでしょう。堪忍してください。これまでそんなことはなかったのにな。おばあさんになったせいでしょう。おけいは弱々しく微笑んだ。でもそんな話はおしまい。お椀が冷めてしまいますよ。夕食の後で女中が火の入った火鉢と炭取りを持ってきた。山の中だから夜になるともう火なしではいられないということであった。他に酒の金剛どっくりが2本、片口や缶どくり、杯などを揃え、缶は鉄瓶でつけてくれと言った。悪い人がいるもので、と女中のおれんが言った。三つあった缶鍋を持ってっちゃったお客があるんですよ。缶鍋を？とおけいが聞き返した。あんな大きなものをどうして？昼夜が笑い出し、おけいも女中までも一緒に笑い出した。おけいは九時ごろに寝た。昼夜は台本に手を入れると言って八畳に机を出し、火鉢にたっぷり炭をついで紙を広げ、矢立てを取り出した。その脇にいつでも酒の飲めるように支度をしておけいは寝たのだ。そこは隣の六畳で、この前昼夜が病魔に使った部屋であった。昼夜が紙を広げたり、ささやき声で台本を読んだりするのをぼんやり聞きながら、おけいはいつか眠った。どのくらい眠ったか覚えていないが、ひょっと目が覚めてみると、隣の八畳がしんと静まり返って、何の気配もしないのに気がついた。目が覚めてから気がついたのではなく、物音がしなくなったので目が覚めたという感じであった。おけいはそっと起き上がって、まだお仕事ですか？と低い声で呼びかけた。返事も聞こえないし、人のいるような気配も感じられなかった。おけいは反転を取って肩にかけ、立ち上がって見に行こうとしたが、
はっと唇を噛み、じっと何か考えていた後、肩にかけた斑点を脱いで再び横になった。約束してあったのだろうかと、おけいは口の中でつぶやいた。まさかそんなことはないはずだ。あの方には隠し事だけはできない性分だから。顎まで掛け具を引き上げ、眠ろうとして目をつむった。部屋のどこかの隅で時々思い出したようにコオロギの泣く音が聞こえた。かすかな細い音で、もう泣き止んだかと思うと、絶え絶えな、まるで消えかかる命の悲しさを訴えるような哀れな声で短く泣き出すのであった。私の知ったことではない、とおけいはささやいた。どうであるにせよ、これは私とは関係のないことだ。おけいは自分をなだめながら、どうかして眠ろうとした。半時ぐらいの間、幾度か寝返りしたり、枕の具合を直したりした後、どうやらうとうとし始めた時、戸外で昼夜の声がした。俺は江戸の檜舞台で浄瑠璃の出がたりをした人間だぞ、と昼夜は怒鳴っていた。岩井半次郎、市川八百蔵、みんな俺の友達だ。上方では松島屋の片岡仁左衛門、松島屋だって俺のことを師匠と呼ぶんだ。知らねえな。おけいは目を覚ましたが、ヤグの中で動かなかった。昼夜はひどく酔っているようだ。隣の八畳で飲んだのではない、この宿の母屋で飲んだのだろう。あの女が来て呼び出したのだなと、おけいは思った。昼夜の怒鳴り声はそれだけで、足音がこっちへ近づき、そっと格子戸を開ける音がした。格子や障子の開けたてはごく静かに音を忍ばせているのがよくわかった。おけい。やがて隣の八畳で昼夜の声がした。お前起きてるのか。おけいは黙っていた。八畳でどしんと大きな音がし、昼夜がもたれかかったのだろう。机のきしむ音が聞こえた。髪を広げ、何やら独り言をつぶやき、しばらく静かになったと思うと、ダメだこんなもの、というつぶやきとともに髪を引き裂くのが聞こえた。おい貴様、と昼夜が少し高い声で自分を罵った。いよいよ正体がバレてきたな。これが貴様の正体だぞ、中藤昼夜。どうもがいたってダメだ。貴様は貴様のはしご段を登り切った。もう貴様にはこれから先へ登ることはできない。後へ戻るか、上へ踏み出して転落するか、どっちか一つだ。その独り言はおけいによく聞き取れた。そしてちょっと間を置き、昼夜は喉でおかしそうに笑い出した。中だるみか。彼は笑いながらつぶやいた。どんな仕事にも中だるみということがあるって、偉そうな面で意見したっけな。陶石はさぞ虫唾が走ったこったろう。あれだけの腕を持ちながら行き詰まって首をつった。貴様もそろそろ首をつるんだ。それとも侍かたぎで切腹でもするか。はあ、とうめいてドタッと倒れる音がした。やけになって倒れたのだ。そのままにしておいては風邪をひくだろう。おけいはそう思ったので、しばらく様子を聞き澄ましてから起き上がり、斑点を羽織って隣の部屋へ行った。やはり酒の支度はそのままで、火鉢の火もほとんど消えてい、油がなくなるのだろう。安頓がしきりにまたたいていた。昼夜は机の前で仰向けに倒れ、両手の指を組んで頭の後ろに当てていた。起きてくださいな、とおけいが言った。ここに寝床が取ってあるじゃありませんか。コロネは毒ですよ。昼夜は目を開いておけいを見、お前が、と言いさま横に寝返った。おけい、これは苦しい、と
と彼はうめくように言った。これは信じまいたいよ。15-4。おけいの顔が白くなり、頬がかすかに引きつった。苦しい、死んでしまいたい。昼夜がそんなことを言うのは初めてだし、その声の調子には手で触れそうな実感がこもっていた。寝ぼけてらっしゃるのね。おけいはわざと冷たく言った。さあちょっと起きてくださいな。そのままでもいいから布団の中へ入りましょう。昼夜は何も言わず、動く様子もなかった。おけいは息が詰まりそうになった。慰めなどは言えないし、励ます言葉なども出ない。男が心底苦しんでいる時には、それを支えたり、揉みほぐしてやる力は女にはないのだ、ということが体全体で感じられた。おけいは立ち上がり、そこに敷いてある寝床から枕と貝巻きを取って、昼夜に枕をさせ、貝巻きでそっと体をくるんでやった。水は寝床の方にあります。用があったら呼んでください。とおけいはささやいた。私は隣にいますからね。そして返事もなし、動く気配もないのを見てから、隣の部屋へ戻り、襖は開けたままにして、ヤグの中へ入った。目を覚ましているつもりだったが、隣に変わったことがないので、いつか眠ったらしい。三味線の音を夢のように聞きながら目を覚ますと、開けたままにしておいた襖が閉めてあり、欄間が明るい日光に染まっていた。そっと起きて着替えをし、襖を開けて隣へ行くと、昼夜は机に向かって脇に三味線を置き、しきりに筆を動かしていた。縁側の雨戸が、一枚だけしか開けてないのは、多分おけいの目を覚まさないようにと気を使ったのであろう。おはようございます。と呼びかけると、机に向かったままで、よう、と元気に答えた。もっと寝ていればいいじゃないか。と言って昼夜は振り向き、歯を見せて微笑した。ゆうべは起こしてすまなかったな。よっぽど管を巻いたか。そんなことより大丈夫ですか？私起きているつもりだったのに寝てしまって。大丈夫。風邪なんかひきゃしないよ。昼夜はまた歯を見せ、机の上へ手を振った。風邪どころか仕事を始めてるんだ。おけいは微笑しながらうなずいた。顔を洗ってからすぐご飯にします。頼むよ。腹が減った。そして彼はまた机に向かった。仕事はうまく進むようであった。それから5日間、食事のいとまも惜しそうに、昼夜は仕事に没頭した。節はほとんど頭の中でできてゆくが、調子の変わるところで時々三味線に当たってみる。聞いていると三味線に当たってみるところで、その節がうまく伸びているか、迷っているかということが、おけいには推察することができた。酒も前のように食後に帰ったし、飲みすぎるようなこともなく、夜半におそでと会うこともなかった。今どのくらい残っている？と5日目の晩に昼夜が聞いた。大したことはないとは分かっているが、はっきり言ってどのくらいだ？どのくらいってお金ですか？はっきりしたところが知りたいんだ。お金の心配は私がします。昼夜は片手を挙げて遮った。それとは話が違うんだ。俺はこの浄瑠璃を持って金沢へ行ってきたい。いや、ちょっと待ってくれ。この前江戸から金は取らないと約束した。そうだな。おけいはうなずいた。俺はというより、俺たちはと言わなければならないだろうが。と昼夜は言った。あの時から自分の力で生きようと思った。これからもそれでやっていくつもりだ。これもわかっているな。おけいはまた静かにうなずいた。今度の浄瑠璃には自信がある。全部できたわけじゃないが、これを金沢へ持って行って、松島千蔵か中山新平に聞いてもらい、よかったら手金をもらうつもりなんだ。手金ですって？そうだ。
敵んだ。昼夜は自分で自分にダメを押すように言った。これまで俺は考え違いをしていた。自分の浄瑠璃が舞台へ乗るなら、金なんかどっちでもいいと思っていた。そのくせ中村座で恋のおだまきをやった時に、実は岡本から座元へ金が出ていたと分かって怒ったものだが、自分の策で金を取ろうという気持ちはなかった。これは間違いだ。自分の仕事が役に立つなら、当然その報酬を取るべきだし、報酬の取れないようなものなら仕事とは言えないだろう。また金にするとなれば、ただ自分の好きなようにばかりはできない。昼夜はそこでちょっと口ごもり、何か恥ずかしそうに右手をなんとなく振った。いつか半四郎と芝居の将来について話したとき、大和屋は客あっての芝居だからと言った。それは誤りだ。今のような客に受けることばかり狙った芝居は本筋じゃない。芝居にはもっと違った道がある。こっちから客に受けようとするのでなく、客をこっちへ引きつけるような本筋の芝居を作らなければならないと俺は思った。その考えに間違いはないのだが、それを固執するあまり自己中心になり、自分の中へ中へとはまり込んでしまった。舞台の約束、役者、観客たちのことを忘れ、自分の浄瑠璃だけを大切にするようになった。これはダメだ。これは自分を売りつけようとするようなものだ。と昼夜は言った。俺はこの穴から出なければならない。俺自身を自分の浄瑠璃の中から抜き出して、客たちの間へ入って行かなければダメだ。続めて言えば、世間の役に立つものを作るのだ。そして役に立つかどうかは、その仕事で報酬が得られるかどうかで決まる。金と仕事は別だということも確かであるが、自分には満足だが金にはならないというものは、実際には世間の役に立たないと言っても間違いではない。山中の芝居で俺が舞台から逃げ出したのは浄瑠璃が失敗作だと分かったからでもあるが、その裏には金をもらってもいないし、もらう気もなかった。つまり金銭上の責任がなかったから勝手に逃げ出すことができたのだ。だから今度の浄瑠璃は金にしようと思う。昼夜は自分の手を見た。表を見、裏を見ながら続けた。全部仕上がってはいないが、肝心な場面の節付けはできた。これを聞いてもらっていいとなれば、手付けの金は出してくれるはずだ。そう思わないか。おけいは昼夜に微笑みかけ、ちょっと考えてから言った。私にはよくわかりませんわ。金沢の人たちがもし正直なら、あなたのお考えのように行くかもしれませんけれど、江戸とは違ってこっちの寄付は金が第一ですからね。払わなければならないお金でも、伸ばせる限りは伸ばして払うというふうでしょう。ですから今度もお金の話は後になさる方がよくはないでしょうか。そう言うと思ったよ。お金ならまだあるんですから。昼夜は首を振った。その金とは意味が違うんだ。わからないかな。およそのところはわかります。おけいは自分の膝をなでた。でもやっぱりお金の話は今度は出さない方がいいと思いますね。いや、それが足がかりなんだ。どうなるにしてもこれは今後の大きな足がかりになるんだよ。おけいはなお反対しそうだったが、思い直した様子で金沢へはいつ立つかと聞いた。明日にでも立つと昼夜は答えた。私も連れてってくださるでしょ。おけいは本気なような冗談のような口ぶりでそう聞き、昼夜の目をまともに見つめた。お袖が同行するのではないかと探りを入れてみたのだ。カゴで行ってカゴで帰るんだ。と昼夜は言った。のんきなことは言わないでくれ。彼の目を見て、おけいは安心した。その明くる朝、かなり強い北風の吹く中を、昼夜は金沢へ立っていった。おけいは同じ日の昼過ぎ、井筒屋という宿へ行って、女中のお夏を呼び出した。ちょうど宿屋は暇な時刻で、お夏はすぐに出てき、
二人は町並みを裏へ抜けて川の方へ歩きながら話した。おけいはこの前世話になった礼を述べ、次におそでのことを聞いた。おそでは幼友達のような話をしていたけれども、お夏はそうは言わなかった。それはこんな小さな宿ですから、知っていることは知っていますけれど、とお夏は話しにくそうに言った。あの人、小さい自分から嫌な癖があるので、私たちみんな一緒に遊ばないようにって親に言われてましたし、あの人の方でも私たちのことなんか見向きもしないっていう風でしたから。なまりが強いのではっきりはしないが、大体のところはお袖が男好きで親しくした女友達はなかったし、お夏もよくは知らないという意味は分かった。今こっちに帰ってるでしょ。ええ、ご存知なんですか。ここへ来る途中で一緒になったのよ、とおけいが言った。おっかさんが病気だからって呼び戻されたんですってね。病気なのは松蔵さんでしょ。おっかさんはとうに亡くなってますわ。じゃあお父さんなの。いいえ、ご亭主です、とお夏は答えた。怠け者で乱暴で、昔からここではみんなの嫌われ者でした。おけいは急に左の手で自分の右手を握りしめた。まるでその手に熱湯でもかけられたような動作であった。独白。ここは忘れられたような町だ。干からびて誰にも顧みられず、しんと息を潜めているような町だ。悲しんでいるような町であり、滅びるのを待っているような町だ。西側にある山に沿って大きく弓なりに曲がる道の左右に、小さな家が一皮びっしりと肩を寄せ合うように並んでいるが、どの家も古く、瓦のずれた屋根には草が生え、大抵の家の壁が剥げたり割れたりしている。家の前には腰丈ぐらいの板囲いがあって、雪垣といい、雪の季節には子供の遊び場所になるのだという。その雪垣も家の下見板も多くは干し割れたり朽ちたりして、透明な秋の日光を浴びるのが面はゆげに見える。東側にある日野川の向こうはすぐに山で、それから南の川上の方へ目をやると、左右から山が迫って谷を塞ぎ、川はその谷階へと姿を隠してしまう。それらの山々の彼方にはさらに高い山が重なっており、この前来た時にはぞっとするほど白く冷たそうな雪に覆われていた。北国のためだろうか、まだ10月にもならないのに空は大抵曇って、肌にしみるような風が吹いている。日中に晴れると空は眩しいほど濃い青に染まるが、長くは続かず、いつかまた古綿を引き伸ばしたような汚れたネズミ色の雲が広がり、それが幾重にも重なって周りの山々やこの小さな町の上にどっしりと押しかぶさったまま動かなくなるのであった。あの方が金沢へ行ったその夜から、私はふぬけのようになり、ここにいる自分が自分ではなく、本当の自分はあの方と一緒に金沢へ行ってしまったような感じがする。ここが忘れられた町のように、悲しみに息を潜めている町のように見えたのも、自分のこんな気分のためかもしれない。おなっちゃんから聞いた話には驚いた。お袖という人は幼い頃父母に死なれ、桃園のおばに育てられたという。無論この土地の生まれであるが、ごく小さい頃、7つ8つの頃からませていて悪い癖があり、自分より小さい子供たちに良くない遊びを教えるので、どこの親たちからも白い目で見られていたそうである。12、3になると若い種などを誘い、どうして覚えたのか金をねだるようになった。松蔵とは15の年に知り合い、二人で山城へ逃げて同棲した。松蔵はお袖より20も年上だが、若い頃からの怠け者で、火打ちというところに家がある。
百姓が嫌いで今城へ出てき、手に当たる職を次から次と変えながら、いまだに何も身についた職がない。必要な時に暴力を振るうことでようやく生きてきた。二人は男の子を連れて一度帰り、今城で荒物屋を始めた。けれども、それでは生活ができず、おでは大黒屋の手伝いをしたりしていたが、やがて山中へ稼ぎに行った。多分山城でもそうだったのだろう。おでは自分の体で一家の生活を支えてきたらしい。そのくせ松蔵は嫉妬深くて、お袖にちょっと妙な素振りがあると、その相手に乱暴をし難題をふっかけるということであった。お袖という人の生まれつきも哀れだし、松蔵という人もそんな風でいい気持ちなわけはあるまい。こういう人たちは田舎では目立つから、居直るような暮らしはしていても、その心の中は孤独で悲しく、頼りないものに違いないと思う。けれども、今の私にとっては、あの方とお袖さんとのことの方が心配だ。もしも二人のことに感づいたら、松蔵という人が何をするかと思うだけで、体中がぞっとそうけ立つくらいである。金沢へは本当に一人で行ったのだろうか。宿を立つときは見送ったので、あの方が一人だったことは確かだが、お袖さんが後から追って行ったということもなくはない。そう考えると私は不安で落ち着かなくなり、幾度も迷った後、そっと様子を見に行った。その荒物屋は大黒屋の南二丁ばかりのところで、道を隔てた向こうに高麗神社の岩の階段があり、そこだけ家並みの途切れた狭い参道に、色づいた実を枝につけた柿の木が二本、ポツンと立っていた。荒物屋の店は狭くて薄暗く、わずかな品物が埃をかぶっているだけで、商売をしているようには見えないし、人の姿もなかった。少しばかり畑も作っていると、お袖さんの言ったことを思い出し、私は家と家の間を裏へ抜けていった。そちらは日野川まで、打ち開けた平地で、灌木の茂みや草原や、元は河原だったのだろう。石ころだらけの空き地の間に、田と畑とが少しずつ耕してあり、稲田では稲を刈り、畑では桑を作っている人たちがあちらこちらにいた。ことによるとその中に松蔵やお袖がいるのかもしれないが、私は松蔵という人を知らないし、お袖さんの姿も見当たらなかったので、諦めて宿へ帰ってきてしまった。今は何にも考えたくない。考えることはないという方が本当かもしれない。山中の出来事があってから、あの方は絶えず迷い続けている。言うことも左に右に変わるし、突然元気になるかと思うと、その後で急に気力をなくし、それを紛らわそうとして乱睡する。前には一本の大きな杉のように、まっすぐで揺るぎのない人だったのが、今はほとんど別人のようになってしまった。これは仕事のためであろう。仕事が思うように行かないから、苦しんだり迷ったりするのだろう。仕事がうまく進みさえすれば、きっと以前通りのあの方になるに相違ない。金沢の話がどうか無事にまとまりますように、たとえ失敗したにしても、あの方がその打撃に負けず、やけな気持ちを起こさずに帰ってきてくださるように、私にはただそう祈るよりほかに、どうする力もないのである。16-1。ここは川除町の寺内だな。親方は留守だ。と若い者が土地の鉛で答えた。幾度来てもいない者はいない。お前さん少しくどすぎるぞ。ここは川除町かと聞いているんだ。昼夜はふらふらする足を踏み開いて体を支えながら言った。そうなのか？それとも違うのか？ここは川除町の寺内だ。それなら中山新平の住まいはどこだ？うるせえな、という声がした。水でもぶっかけて追っ払っちまえ。おめえ、
と前にいる若者が少し声を潜めていった。今のうちにおとなしく帰る方がいいな。騒がないと本当に痛い目に遭わされるぜ。男の一生に関わる話で来たんだ。大阪からの添え書きも持っている。と昼夜は言った。片岡仁左衛門の手紙だ。上村文楽もよく知っているし、それだけじゃない。江戸ではおめえ本当に痛い目に遭いてんのか、と若い者は遮って言った。それならそれでこっちも遠慮はしねえぞ。昼夜は笑おうとして歯を見せた。鉛がひどいので相手の言うことは半分くらいしかわからないが、表情と身構えを見ればおよその見当はついた。わかったよ。昼夜は片手で一憂した。こっちの言葉は未だによくわからねえ。じゃあ新平さんは留守でこの金沢へいつ帰るかわからないって言うんだな。若い者は返事をしなかった。わかった。騒がせてすまなかった。昼夜はまた笑おうとし頭を下げた。そういうことならまた出直してくるよ。片輪になってもよければな。昼夜は覚えておくよと答えて笑った。今度はうまく笑えて彼はその家の戸口から離れた。いい世話だったな。歩き出しながら昼夜は一人で微笑した。芝居はあまりうまくなかったがいい世話だった。江戸の舞台なら立ち回りになるところを互いにおっとり話し合いで別れる。洒落たもんさ。金沢へ来て7日になるが、町筋はまだほとんどわからなかった。暮れ方で往来の混み合う中を川上新町と聞きながら、ようやくのことで宿へ帰った。酔いが冷めかかったのだろう。胸苦しい上に気が塞いで宿へ入るなり、すぐに酒だと命じた。座敷ではお袖が湯上がりと見え、鏡に向かって化粧をしていた。あら、おかえりなさい。お風呂の加減がちょうどようございますよ。喉が渇いた。水をくれ。昼夜はお袖の方には目もくれずに座った。留守に誰か来なかったか？ねえ。お袖は鼻声を出した。お金、まだ送ってくださらないの？金を送るって誰に？いやね、今城のおっかさんによ。忘れちゃったの？お袖はこっちへ向き直った。おっかさんは病気で寝たっきりだし、弟一人じゃどうにもならないから、お手伝いの人を頼んできたって言ったでしょ？来たのはそっちの勝手だ。俺は来いとは言わなかったぞ。お忘れになったの？この宿屋を教えてあげたのは私よ。お袖は膝ですり寄って昼夜の膝へ手をかけた。後から参りますって約束したじゃありませんか。昼夜は乱暴に手を叩いた。ねえ。お袖は昼夜の膝を押して揺すった。お金を送って。俺の留守に誰か来なかったか？まさか和尚さんじゃないでしょうね。松島だ。松島千蔵かその使いのものだ。声をかけてちょっと間を置いてから襖を開け、二人の女中が酒肴を運んできた。まだ膳の支度ができないうちに昼夜はとっくりの酒を湯飲みについで飲んだ。あとは私がします、とお袖が女中に言った。お酒だけ持ってきてくださいな。女中たちは出て行き、一升も入りそうな角だるを持ってくると、よろしくと言って去った。私もいただいていいでしょ。お袖は昼夜にぴったり寄りかかって座り、汁碗を取って湯気の玉のついているのも構わず手酌で酒をついで飲んだ。今夜は酔いましょうよ。ちゃんと座れ、重いぞ。いいわよ、昨夜は重いなんて言わなかったじゃないの。昼夜も湯飲みに手酌で一杯つぎ、天罰だなとつぶやいてから顔をしかめて煽った。おや、変なことおっしゃるわね。天罰とは何が天罰ですか。昼夜は黙って
お袖の胸を指でつき、その指で酒を刺し、次に自分の頭をついた。謎みたいなこと言わないで。お袖は飲みながら昼夜を睨んだ。あんたったら時々わからないこと言うんだもの。頭の中がムズムズしちゃうわ。げにげにそれも断りなれ。妙な節でそう言い、また湯飲みに酒を継いだ。俺には気違いの血筋があるんだ。知らなかったのか？自分で言いながら、その言うことの愚かさに吐き気でも感じたらしく、昼夜は顔をくしゃくしゃにして続けざまに飲んだ。この金沢へ着くとすぐ、旅なりのままで中山新平を訪ね、そこで聞いて松島千蔵の家を訪ねた。今日まで7日間、一日も欠かさず両家へ訪ねたが、どちらも留守を使って会わない。居留守だということは断り方ではっきりわかるので、それなら根比べだと思った。それでもダメだったら両方の家の外で弾き語りをするつもりである。男が一心込めて作った曲だ。どんなことをしても恥ではない。馬鹿にされようが侮辱されようが、曲で勝てばそれでいい。どうあっても今度こそものにしてみせるぞと昼夜は心を決めていた。お袖は勝手に飲み、意味もなくしゃべり、暇さえあれば昼夜の体に絡みついた。昼夜は心がそこにない様子で箸は取らずに、継がれる酒を水でも飲むように煽っていた。お袖は少し酔うとすることばかりでなく、話もみだらになり、自分の話に自分で気を高ぶらせて、動作がますます露骨になった。そういうことにあまり興味のない昼夜には、鉛の強い話しぶりもほとんどわからないし、絡みつかれると邪険に押しのけたり振り払ったりする。それがお袖にはうぶに見えるらしく、言うことなすことになおさら熱が加わるのであった。お袖が後を追ってきたのは4日前のことであるが、それから一夜も昼夜を一人で眠らせなかった。いくら手厳しく追っても離れず、跳ねつけられると逆にのぼせ上がった。昼夜も大抵酔っているから、つい面倒になって好きなようにさせ、お袖が一人で汗をかいて、じれたり身もだえしたりするのを、夢うつつに聞きながら眠ってしまうという風であった。酒の匂いが鼻につき始めたのに気づき、目がチラチラしてきたので、昼夜はそこへ横になった。何か食べて寝なくちゃダメよ。とお袖が言っていた。私が来てから一度も午前を食べたことがないじゃないの。さあ、何か一口でも食べなさいよ。昼夜はそのまま眠ってしまったのだ。けれどもその後のことはすぐに続いて起こったように感じられた。弱虫ね。とお袖がじれったそうに舌打ちをした。これでよくおけいさんが辛抱するもんだ。それを聞いて昼夜は羽を置き、お袖の寝巻きをつかんで引き起こすと、その方に力いっぱい平手打ちをくれた。おけいの名を口にするな。と昼夜はささやき声で怒鳴った。おけいの名を口にすると承知しないぞ。お袖は醜く顔を歪め、何か言い返そうとしたが、昼夜がまた手を挙げ、その表情がただごとでないのを見ると、口をつぐんで、はだかった寝巻きをかき合わせ、敵意のこもった動作で座敷から出ていった。はあ。昼夜は仰向けに倒れ、胸の上へヤグを引き寄せながらうめいた。貴様、何というやつだ。女を殴ったりして、自分がどんな人間か考えてみろ。あの女を殴るくらいのことで、おけいの潔白さを守れると思うのか。貴様というやつは。彼は両手で寝巻きの胸をつかみながら、枕の上で頭を左右に振り、絞り出すような声でうめいた。おけい。と彼は囁いた。オーケー。すると彼のつむった目尻から涙があふれ出、頬を伝って枕髪へこぼれ落ちた。
もし、ちょっと大きなすってください。という声がした。もし、ご面倒でしょうが、ちょっと大きなすって。男の声だなと思いながら、昼夜は目を覚まし、枕の上で振り向いた。はじめに金を預けた時あって知っている、この宿の主人の助けであった。痩せた体の小柄な55、6になる老人で、義太夫節をやったらしく、その浄瑠璃に特有のしゃがれ声をしていた。まことにぶしつけですが、と助けは言った。お連れのご婦人はお客様のご寮さんでございましょうか。連れの？と言って昼夜は顔を手でこすった。いや、妻ではありません。ご主人も知っている通り、後から押しかけてきただけの女です。あれがどうかしたんですか？ちょっと厄介なことができまして、へ、腹増しを申し上げますが。16-2、お袖は他の座敷へ行き、一人で寝ている男の客のところへ潜り込んだ。客はバイタだと思って、ことの後に一夜分の金を与えた。お袖が要求したのだそうで、一般よりは多額だったが、もてなしが良かったのと、朝までの楽しみを思って、言われただけ払った。お袖は金を受け取ると、手洗いに行ってくると言って出て行った。客はうとうとまどろんだが、隣で男女の戯れる声がし、目を覚まして聞くと、女の声はお袖のようであった。それでも間違ってはいけないと思い、よく聞き分けた上、宿の者を呼んだ。主でなければわからん。どうしても主を呼べということで、やむなく私がその座敷へ伺いました。と助けは言った。はじめのお客は絹物問屋さんで、うちでは古くからのおなじみです。隣のお客も。わかりました。昼夜は遮って言った。あの女は私の連れですから、不都合なことがあれば私が責任を持ちます。一体どうすればいいんですか？それが、と言って助けはもみで干し、頭の後ろをかいた。はじめのお客がおっしゃるには、主のある女ならしょうもない。やった金を返せば、堪忍しようと。後の客はどうしろと言うんです？それが、その、約束だから、朝まで話さぬとおっしゃりまして。いいでしょう。昼夜はあえぐように言った。はじめの客には、預けた金の中からその分を返してあげてください。あとは女が好きなようにやらせておいてもらいましょう。そこのところなんですが。助けはそう言いかけて、いかにも困惑したように、右手の触手で、はげた頭をかいた。何です？と昼夜が反問した。このお城下は取り締まりが厳しゅうございまして、客の座敷へバイタ、いえ、その、そういうご婦人が出入りすることは、助けは口を逃がした。でございますから、旦那様が行ってこちらへ戻るようにおっしゃっていただきたいのでございますが。昼夜は助けの顔を見直した。あの女はまだそこにいるんですか？客は、朝まで話さないと言いますし、女の方はあなたが迎えに来なければ動かないとおっしゃいますので。紛れもない天罰だと、着替えをしながら昼夜は思った。時刻は午前2時頃だという、助けについてその座敷へ行くと、お袖は寝床の上に客と差し向かいに座って酒を飲んでいた。ごめんなさい。お袖は口の端からよだれの垂れるのを手の甲で拭きながら、昼夜を見てみだらに笑った。私、いつもの癖が出ちゃったのよ。夢を見て歩き出す癖。こんなこと本気でしたんじゃない。酔って寝て夢を見ると、自分では知らずに歩き回ったり、突拍子もないことをする癖があるって、この人たちに言ってちょうだい。客は声を上げて笑った。37、8になる男で、寝巻きの裸った襟から真っ黒な胸毛が見え、裾をまくってあぐらをかいた足も
桃からすねまでびっしり毛が生えていた。だが今は目が覚めてる、とその男は面白そうに言った。さっき俺の寝床へ潜り込んできた時も目は覚めてた。見くびっちゃいけねえ。夢で迷い込んだか、お目当てがあって這い込んだかぐらい、わからねえような人間じゃねえや。人バカにするな。だから、こうしてお酒を付き合ってるじゃないの。大きな声を出さないでよ。おめえさん、この女の亭主かい？と男は昼夜に問いかけた。昼夜はちょっとためらった後、首を横に振り、ただの連れだ、と答えた。それなら、朝までこの座敷に置いても文句はないだろう、と男が言った。昼夜は振り向いて、助けに目くばせをし、二人で廊下へ出た。国宇遍歴、その第140回、16-2、途中まで。